美術で日本を元気にする、日本美術で世界を元気にする、修華堂絵画骨董買取プロの田中です。さて、後ろに控えているのはこれ誰だか分かりますか？はい、これはね、山口長男の作品ですね。山口長男はあの油絵の、まあ、あの一面に褐色の絵の具を塗った、キャンバス油の作品に知られていますけれども、こうしたあの軽い作品もあるんですね。こういうタッチの作品もなかなか軽快で僕は素敵だと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。こうしたですね、山口長男の作品、こういう軽いものからあの比較的高価なものまでしっかり扱っております。処分をお考えの方は絵画骨董買取プロまで、ぜひご連絡いただければと思います。はい。